あとはね、やっぱりそのお店で、まあどんなやり方してるとかは別として、正規のやり方であれば、考え方の話ね、実際はちょっと違うんだけど、そういう風にな意識でいたらいいっていう話しますけれども、同じ人間がね、例えばご指名率80% やってると、そのお店でトップだったとするじゃないですか。でそれが同じ人間がやってることだから、あなたもできるんですよね。それはね、営業とかもそうなんですけど、必ずできるんです。それは、その数字を達成することができる。でその中で、誰々ちゃんもできるんだから、とかね、営業だったら誰々ができるんだから、俺もできるはずだって思ってやったらいいと思うんです。で、その中でね、でも私はとかね、私はそんなとか、何可愛くないしとかね、例えばとか、そんなにやりたくないんだよねとかね、必ずそこでその言い訳って言ったらあれだけど、が出るというか、いう感じだからできないっていう感じで、じゃあできなくていいんですけど、実際はその人のキャラとかその人の魅力とかもみんなそれぞれ違うから、もうちょっと掘り下げて考えると、その通りじゃなくていいんだけど、でも意識としては同じ人間がやってることは私だって人間なのができるはずだという意識でいたらいいんですよね。なので、まあこれは難しいところだけども、そこで自分っていうね、自我というか、その自分というものが、邪魔をすることはありますね。私はこういうキャラだからとかね、私はこれでいいんだとか、そういうのが邪魔をしてるケースもありますね。僕もこうやってこのメンズエステの業界まだ、4、5年ですけれども、やらせていただいてて、やっぱりトップのとかね、ご指名率すごい高いセラピストさん、前も言いましたけど、それぞれだしね、キャラで、もうちょっと言うと、それだけそんなにそれなりに健康的な容姿はされてましたけど、皆さんね、綺麗だったし、綺麗、女性らしかったけれども、だからといってもう女優さんのような、もう整った綺麗なお顔立ちとか、モデルさんのようなプロポーションとか、そういうことではなかったですからね。若い方もいれば、40近い方もいたしね、トップのセラピストさんで、そう考えると、要は容姿だったら年齢ではないんです。これは間違いない。なので、まあやっぱり癒しなんですけど、ね、癒し力なんですけれども、だからその容姿がとか年齢がとかね、私はこういう感じだからっていうふうに思わないでね、狙っていこうかと、じゃあやってみようかっていう意識で、容姿やってやるっていう意識でね、やられたらいいと思いますよ。ご指名取りたい方は、取りたい方っていうか、みんな取った方がいいんだけどね。そうだから、やっぱね、まあ、全てのことに言えるんですけどね、俺はこういうタイプだからとかね、思うじゃないですか。あと1位じゃなくていいとか、そこそこでいいとかねそれも性格だからいいんですよ。それはそれでね、個性だから、で一生懸命やってればいいと思ってます、僕は。だから1位じゃなくてもいいし、1位の方と3位の方と5位の方と、対応が違うかというと違くないですかね、僕が対応する対応、接し方は違くないですからね。一生懸命やってさえいれば、自分のできる一生懸命を、まあ、マックスで提供してるのが見られれば、それは、それでいいと思ってますよ。ただやっぱり考え方としては、しつこいようですけれども、ご指名だなんだ、ご指示いただく、自分、まあ、営業もそうですけれども、売れる営業マンと売れない営業マンの違いというのは、そういう意識もありますな。いや、あなたもできるよ、だって同じ人間なんだもん、と思います。